様こんにちは、ゆめのです。今日も手放すものを紹介していこうと思います。それでは始めていきます。今日で捨て活動画が、第33回目となります。はい、今日はですね、散々悩んだんですが決めました。はい、これです。こちらはですね、私がかなり愛用したコーチの、トートバッグになります。はい、この部分とかが革になっていて、ここにコーチの、エンブレムですかね、が入っていて、こんな風になっていて、ここにポケットがあったりする、A4 サイズが入る、そうですね、OL さん向けと言いますか。はい、もう本当に10年前とかですね、一般雇用で働いていた時に買ったのでになります。本当にね、かなり愛用して、中はこんな感じになっていまして、ジッパーのポケットと小物のポケットがあるという、本当にシンプルな作りになっています。で、これはですね、かなり使ったんですけど、私何回も言ってるんですが、レザーがすごく好きで、コーチのレザーが大好きなんですけど、以前にちょっと非公開になっちゃってるかもしれないんですが、コーチ のビジネスストーとメンズのですね、オールレザーのものを買ったので、これはもういいかなってずっと思っていたんですが、何分コーチ のものって一つ一つすごく私にとっては思い出があるものが多くって、これも確か記念に買ったんですよね。いつものそのブランド品 のアウトレットとか、あと新作とか、あとたまに中古とかがあるお店で買ったんですよね。で、結構その、今でもなんですけど、私にとっては結構高い買い物だったので、本当にすごく大事に使いましたし、かなり愛用しました。で、結構革のものだとお手入れに気を使うかと思うんですが、これ布なので、こことかは革なんですが、なのですごく頑丈というか使いやすいし、お手入れもしやすいしっていう感じで、結構そうですね、かなり使ったんですけど、でもかなり大事に使ったので綺麗なものにはなってます。で、これはそうですね、これはメルカリに出品してみようかなと思います。それでダメだったら、そうですね、まとめて販売に出そうと、下取りに出そうと思います。はい、そんな感じでですね、今日はこのかなり長い付き合いだったこのコーチのトートバッグを手放そうと思います。はい、そんな感じで今日の動画はこの辺りで終わりにしようかと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。